ね、うん、はい、普通の普通のですから、あ、え、喧嘩してるのかな。じゃあ、あんたかい、じゃあ、いいかさ、喧嘩じゃなくて、うん、話し合いだよ。あ、話し合い、はっきり言え、当たり前の話だ。法治国家って言ってるんだから、うん、話し合いは当然の話だ。じゃあ、いいわ、あ、うん、あの、あんたこっちいいけどさ、うん、父ははっきりと聞いてるんだよ、うんうん、で、とも、その取り消しは、あんた、こう言って言いながら、うん、こっちで、これ、これ、何、うん、しかも、あそこ、あそこでね、人を逮捕したんだよ。みんな反対してるんだよ、うん、あんたの母さん、いいね、あんたさん、先生なのか、 あそこで逮捕したんだよ、あそこでね、あそこでね、何の関係もないところで、うん、何なの、まあ、一応言った、行ったんじゃなくて、なんであんたから命令するのかめ、バカな、誰もいないよ、命令ではない、なんで命令するのかめ、うん、命令ではない、こっちは行動だろ、誰もいないよ、なんで俺が働く、迷惑する、なんで僕、お子さん探させてくださいって言うわけ、うん、あんため、バカなめ、怒らないでください。答えなさい。なんでお前、俺があんたに従うってけないのか。答えなさい。ただ、うん、ただ、国民だろ。ただ、シンプルに。あんたの敵、うん、あ、あ、一億分の一番程度俺が出来なってんだよ、お前。バカ野郎。あ、俺一件なんだよ。なんであんたに従うってけないのか。そうやってあっちで逮捕するわけ。たくさんお前。たまたま、あの、TV、テレビ局が、あの、放送したから、何かしたのか、あの、解放する。何もしてないですよ。何もしてないです。だから自分の主張言ってんだけどな。主張言ったら悪いのか。いや、悪いとは言ってないですよ。なんでお前、だったら僕に言ってんのか。こっちで言ったら悪いのか。悪くないですね、時間帯がですね。だから何が違うかで、誰の迷惑なの。なんで向こうに行ってるのか。いや、今言ってもですね。今言ってもじゃなくて、今聞かないと意味がないだろうかって。なんで俺は、何が俺は悪いとした。今聞かないと意味がないだろう。だったらなんで俺は僕に聞けて。お前なんか、あの、8時から5時、関係ないだろ。8時から5時までしか聞かないの。今日は、僕なんで、なんで行けておくの、お前。あ、何はっきり言え。なんだお前、お前が、お前が指示するのか。お前が指示するのか。いやいや、お前が指示するの。一緒だ、待っとけ。いや、待ってるよ、待ってるよ。これは切らせるから、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。こいつお前なんか行くとさ、法律逃げたのはお前の顔だよ、うん、なんだよ、ね、お前の顔アップしてるからね。俺が何した、うん、この起動線から来ない時にさ、俺何言ったか、お前、あ、おめおめバカ野郎、おめおめバカ野郎、俺に見れしたな、見れしたな、こっちから向こうに行きなさいって言った。あんた、うん、なんで俺に命令する権利があるの。な、何何の拘束があっていいのか。責任者を通してこちらに。お前は今対処しないといけないから話だ。お前が今さ逮捕しないといけない。対処。あ、何、じゃあこっち来たら、俺がこっち来て、あっち見て行ったら、あ、明日対処するの。あ、何が入らせるの。あれか、これバカ野郎。この瞬間来るな。いやいや、違う違う、こんな話じゃない。こいつらが言ってることはこういうことなんだよ。いや、違法性を持ってやっても、あ、明日聞いてくださいって。じゃあ俺もこっち来て、明日対処してください。バカ野郎。こんな話が通るか、バカ野郎。あなた来るな。あなたから来るな。いやいや、来ない来ない。来ない来ない。言うな言うわ。しかし来る来るな。いたわよ。はい、このまま、このままインターネットに出るからな。まだ20何歳かもしれんけど。いたわよ。考えれ。お前らがそもそも沖縄に来ること自体間違ってんだよ、バカ野郎。